どうも、トモヤンテニスチャンネルのトモヤンです。ジナナです。はい、今回はローボレーということで、スリーポイントをやっていきたいと思います。まず一つ目、まあ基本的にはグリップボレーなんで薄めになっていきます。ボレー薄めに握ってもらえれば、ローボレーなのでボールが上から下に飛んでくるんで、上から自分の足元の方に飛んできますので、まず軌道を読んで、ボールがどういう落ち方するのかを読んで、ボールの下にラケットをセットすることを注意してください。こんな感じですね。ボール飛んできたら、ボールの下にラケットを潜り込ませる。高い位置からえいって下ろしたりとかするんではなくて、最初から低い位置で取るんですから、持ち上げるためにもボールの下にラケットをセットしておいて打ちに行ってもらうことがすごく大事になります。ですので、ボールを読むこと、まずボール飛んできたら見てもらって、だいたいこの辺の位置にボールが落ちてくるなっていう下にラケットをセットできるようにしてください。ラケットセットの位置が大事です。まず上げるんではなくて、こうするんではなくて、もう最初からボールの下に持ってきてもらってローボレーしてもらったら結構です。だ、まあ見極めが大事にはなるんですけど、ボール飛んできたらここなのか、普通のボレーでしたけど、だから高さを合わせるってことをローボレーはすごく注意してもらったらいいかなと思います。はい、2ポイント目になるんですが、先ほどはボールの下にラケットをセットってなりました。ここだとネットより低いので、この位置だけでボールをヘイッて処理するんではなく、ここからしっかり狙いたい方にラケットを少し運んであげるということをした方がいいですね。ボール打ちたい方向に手首をえいって伸ばして持っていくという感覚、これは打つ感覚になってしまうんで、形はそのままで腕をしっかり打ちたい方向に持っていくことによって、手首が伸びないのでラケットをスイングするということがなくなってくるんで、しっかりこの状態から運ぶ、打ちたい方向に運ぶ。今ストレート狙ってるんで、まっすぐの方向にでラケットをボール当てた後持っていけるようにしてください。ラケットをこういう扱い方しないように、ぐーっと伸ばすような扱いではなくて、このままぐーっと自分より高い位置にラケットを上げていくような感覚で結構です。ローボレーは攻めないので、まずしっかり返すことが大事なんで、ゆっくりでも結構なんで、狙うようにお願いします。やっぱり強く打ちたいってなると、こうやって手首使ったりとかするんで、これやっぱりミスにつながってしまうんで、まずしっかり返すためにもボールの軌道の下にラケットを置いてもらったら、そこから打ちたい方向にラケット全体を持って運べるようにお願いします。ラケットの先だけだとこうなりますからね。ラケット全体をしっかり運んで練習していくようにしてください。ラケットをボールの軌道の下にセットする、で持ち上げるということをしてもらえれば、最後は足ですね、ステップ覚えてもらいたいと思います。ステップを踏むことによってラケット前に出しますから、これね、足がなかったらお尻絶対引けちゃうんですよ。お尻引けた状態で持ってってしまうんで、ある程度慣れた人だったら別にできんことはないんですけど、ちょっとローボレー苦手だなっていう方になると、こうなると面が上向きやすくてボールが上に飛んでいくんで、ちゃんと自分のラケット面を自分の踏み込む足の横で使えるような感覚です。ですので足を出してもらう、左足の横ぐらいでボールをヒットするというのを目印やってもらったら結構、こうなって手だけでこうやってボレーしない、まあ、実際はこうやってボレーすることはありますが、まず自分の体のバランスだったりとか力を入れるタイミングをしっかり覚えてもらうためにも、基礎からしっかり足を使ってボールを運んでいくという感覚を持ってから、やっとねラリーとかでこう前向いた状態でラケット操作だけでローボレーができたりとかするようになってくるんで、まずしっかり基礎を固めるためにも今の3点ですね、しっかり守りながらこういう同じ形でボールを打ち続けられるように練習してください。手だけでもダメですし、足だけでもダメなので、手と足の形が綺麗に一致することによって安定的なローボレーが返せるようになるので、一度
自分が手が強いとか足が強いとかいうのをチェックしながら練習してみてください。